皆さんこんにちは、吉田のりまさです。はい、今日ですね、セブンイレブンさんの中華まん買ってまいりました。セブンイレブンさんの特製豚まんです。はい、早速食べてみましょう。大きさは普通ですね。これ実は150円です。ちょっと高めなんですが、多分中身がですね、しっかりしてるんだと思います。具が多い。はい、ありがとうございます。これ豚まん、これ肉まんとですね、豚まんの違い、皆さんご存知でしょうか。ですね、まあ一説によればなんですけど、あの関西ですね、関西の方はですね、まあ肉まんといえば牛肉が入ってるそうなんですね。はい、ですので、わざわざ豚肉が入ってるんだったら、それは豚まんだよっていう話らしいんですね。はい、一説によるんで、はっきりは分かりませんが。あったかくて美味しい。具もたっぷり。皮ももちもち。完璧ですね。はい。ありがとうございます。ノーカットでお送りするんで、食べ終わるまでだと、見てる方が飽きてしまうところもあるので、この辺に終わりにしたいと思います。はい、本日ご紹介したのはセブンイレブンさんの、特製豚まんでした。150円ですね。はい、以上です。そして富士山が綺麗です。見えますでしょうか。マウント富士ビューティフル。はい、以上でございます。ありがとうございました。